本尊神社は、熊本県熊本市中央区大江本町にある神社である。日本で唯一、味噌に対する利益があるとされることから味噌天神と俗称される。菅原道真公を祀るが、当初は五祖天神を祀ったものといい、味噌の守護神として知られる。和道六年に薬病の併用を祈願するために、薬の神として五祖天神を祀ったことに、はじめ丸と伝え、 その後天平十三年に、日後国分寺が建立されると、その味噌像が当地へ建てられて、味噌像の鎮守神とされ、ある年に国分寺の僧侶たちの食用の味噌が大量に腐った、時に祈願をすると神のお告げがあり、それに従って、笹の葉を味噌に刺すとびみな味噌に戻ったことから、依頼味噌の守護神として知られるようになったというが、真意をオる施設を起源とするとの説もある。あとに、 菅原道真猫を合使した。昭和20年に、戦災で消失したが、日本全国の味噌業者の援助で社殿が再興され、復興した。例災は近世まで9月25日であったが、明治の改歴で10月25日とされた。戦前は、境内の笹場を味噌に入れると酸味が抑えられるとして、笹場を授かりに参拝するものが多かった。ありがとうございます。